関圭介さん。高卒で中日ドラゴンズにドラフト5位で入団するも、2013年オフに戦力外通告。その後、歯科技工に関する幅広い知識を学ぶため、東海歯科医療専門学校に進学しました。そして2年間同じ夢に向かって学んだ仲間と晴れの日を迎えました。関圭介、はい、おめでとうございます。2年間意外とすぐ終わるんだなと思ったんですけど、もっとなんか濃い時間を過ごせたっていうか、自分の成長にすごいつながった2年間だったなっていうのをなんか今日また身に染みて感じたっていう感じですね。歯科技工士は入れ歯や矯正器具など歯科技工物を製作する仕事。関さんは自身のプロ野球での経験から歯科技工士を志すことを決めたといいます。自分がドラゴンズにいるときに、成長をもっとしたいなと思ったときに、その歯医者の方からこういう仕事があるよっていうのを教えてもらって、で歯科技工士っていう職業を知って、で自分で調べたら、あ、ちょっと面白いなと思ったので、でマウスガードだったりとかで、まあ、選手とかにもサポートできるなっていう、違う道でアプローチできるなと思ったので、それもありなのかなっていうので、この学校行こうっていうふうに決めました。最初は正直多分何もできないと思うんですけど、徐々に徐々に知識をつけていって、で最終的にはですけど、ドラゴンズの選手だったりサポートできたらと思いますし、技術だったりとかを教えれる立場になって、その歯科技工士っていう職業をもっと広めていければなとは思います。はい、撮ります。はい、チーズ。こんにちは。卒業後も就職を見据え、関さんは自主的に投稿していました。この日は実習の一環として自分の歯型からマウスガードを作成することに。歯科技工士の国家資格も無事取得し、今年度から岐阜県多治見市に新たに会員予定の歯科医院への就職が決まっています。院内に歯科技工士は関さんたった一人だそうです。すぐ聞ける先輩がいないというのはやっぱ不安しかないですけど、逆になんかもうやってやろうっていうか、その自分がその勉強する行動力っていうか、やる気になるっていうか、自分しかいないから自分ができることを全部やってやろうみたいな気持ちにはなりますね。そんな関さんでしたが、現在も月に1回程度は草野球などでプレーするそうです。プロへの未練はないのでしょうか。一生懸命やってきたっていうのもあるので、悔しい気持ちとかいっぱいありますけど、けど、まあ、一生懸命やってきたっていうことは変わりないので、まあ、自分のそれが人生なのかなっていうので思えば、まあ、未練はないのかなっては思います。新たに選んだ歯科技工士という道の第一歩として、自分のマウスガードが完成したようです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？行き場いかがですか？80点ぐらいちゃんとやれば喋れるんですか？80点、80点もいかないぐらいですか？70点ぐらいですか？そうですね、自分がまあいろんな方にお世話になってここまで来ましたし、
そういう人に歯の観点から恩返しできるようになっていきたいっていうのと、そのために、今一生懸命頑張って基盤を作っていって、最終的には自分で独立して若い人たちも育てていきたいですし、いろんな人に自分を支えてくれた方に恩返しできたらなとは思います。